必ずここに戻る。ルーベンス、奴らがそっちへ向かう。了解。ジャポネス国境付近まで迎えに出ます。その必要はない。あくまでも奴らの意思だ。ファウスト様に見限られたあいつらがどのような行動に出るか見届けろ。わかりました。万が一の場合を考えて、わしと彦座の記憶と思考パターンをこの玉三郎とバイコーの体にコピーしたのじゃ。つまり上様と彦座殿はそのマリオネットの中で生きていると。なるほど。そのシステムがあるので上様はお世継ぎを作らなかったのですな。お二人が倒れられて一時はどうなることかと思いましたが、ジャポネスはこれまで通りというわけですな。うん、今しばらくの間わしのわがままに付き合ってくれ。はあ、間もなく時代は変わる。それまでの間。こりゃひでえな。はいよ。お、ありがとよ。まったく兵したマリオネットだ。ナンバコンナンバコン、おっきつんでこん、まずまずホイップ。あ、わたってシャッカ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 。ジェリーちゃん、ナンバコンまだ？はーい、少々お待ちくださいね。なんだいこりゃ。チェリー、お菓子作りじゃないんだよ。へえへえ、わかってます。気持ちの問題です。気持ちね。それにしてもずいぶん派手に壊れたもんだな。そうね。でもよかった、ホタル様や町の人たちが無事で。そうだな、人間と違ってお城は直せば済むからな。あっちの壁の方を頼ま。はいよ。いつまでもこんな日が続くといいな。うん、いや、なんでもない。さあ、仕事仕事。あ、ちょっと。おい、チェリーちゃん、生コンまだ？ちょっと待ってくださいね。まったく、乙女カイロってやつは大したもんだ。あいつら人間と変わりゃしねえ。ライム、ホタル、よっと、ど、どんだ、それ、はあ、どうしたんだライム。こけちゃった。大丈夫大丈夫。よっ、うわ、はあ、どうやら膝のケーブルが切れたみたいじゃの。セイバードールズと激しくやり合ったしな。それにライムは日頃から動きに無駄がありますから。よし、おめえら今日の作業は終わりだ。やっぱり修理が先で。でも私たちなら平気だよ。あれ大丈夫です。大丈夫だよ、ホタル様。ホタル、いいから俺の言うこと聞きやがれ。さあ行くぞ。まったく不器用な男じゃ。お前たちは本当にホタルに愛されとるんじゃの。愛？そんな。ホタルに愛されてんだ。うわーい、何やってんだ、早く来い。おっきいよ。ジャポネスまであとわずかなのに修理されないまま出てきちまったからな。追放ですって？ファウスト様、お許しを。もう一度チャンスを。まったく3体揃って派手にやられたものだ。私たちはファウスト様のおそばに仕えることが生きている証。だったらなぜ私の期待に応えない？今度こそ必ず必ず奴らを。ファウスト様。ファースト様、どうしたら許してくれますか？どうしたらまた
ファウスト様にお仕えできるのですか？そうだ、奴らの乙女回路でも持ってきたら話は別だが。ファウスト様、待っていろ、ライム、ジェリー、ブラッドベリー。どうしたの、ディーゲル？いや、なんでもない。さあ、行こう。修理って、まさかここで？ああ、確かこの辺に。私たちを修理するってことかい？ねえ、まあな、伊達にいろいろなバイトややってねえからな。簡単な修理ぐらいなら俺にもできるぜ。ふん、それじゃ小樽が私たちのお医者ってわけか。おったるくん、及ばずながらこの花形満には看護婦を務めようじゃありませんか。小樽先生のお手伝いができるなんて、めっちゃかっけけ。なんだか眠くなってきた。おたるくん、僕を目覚めさせてね。くーしょー、寝てろ。おたる先生、え、診察よろしく。さあ、おたる先生。ブラッドベリー、私胸が苦しい。ほら、おたるの顔見てると胸がこんなにドキドキしちゃう。ブラッドベリー、あなたね。なんだい、私は小樽先生に診察してもらってるだけだよ。小樽様、そんな胸見る必要はありませんわ。ガムテープでも貼っとけば十分です。言ってくれるじゃないか。うわー、小樽、僕の胸も見てみて。ダイム、ほらほらほら、小樽くん、僕も触っていいよ。エネルギーが持たないわ。急ぎましょう。ティーゲル、何を。さあ、冗談だろう。ファースト様に仕える誇り高きセーバードールズがそんな質の悪いエネルギーを体内に入れるなんて。嫌ならいい、ここでエネルギー切れでのたれ死にするだけだ。私はファウスト様の元に帰るためならプライドも捨てる。ティーゲル、わかった。よし、これでしばらくは持つ。行くぞ。貴様らか、ひっ捕らえろ。パンタ、無駄なエネルギーを使うな。逃げるぞ。皆さん、全関所を封鎖。町に限界態勢を引き、奴らを探す。これでみんなの修理完了で。ありがとうございました。サンキュー、ホタル先生。そんじゃ、私からお礼にキスを。ブラッドベリー、冗談だよ。まったく油断も隙もあったもんじゃありませんわ。わー、もう膝かっこんってなんない。
のライム直したばかりなんだ。無茶すんなよ。うん、よし。でも私たちは本当に幸せだな。え、なんか今すごく実感してるんだ。本当そうですよね。ホタル様にこんなに大事にしてもらってるんですから。あ、僕たち幸せだよ。ホタルに愛されてるから幸せなんだ。なんだよそれ。照れるじゃねえか。おだてたって何も出ねえぞ。奴らはどこに。ティーゲル、どうするつもりだ。迂闊には動けないわね。日没までどこかに身を隠そう。私たち乙女回路を持っていてよかったな。本当ね、ホタル様の優しさがこんなに感じられるんですもの。そっか、乙女回路があるからホタルに愛されてるってわかるんだ。ああ、そして私たちがホタルを好きな気持ちもな。うん。どうやら言ったみたいね。くそ、こんな惨めな思いをするのもあいつらが。ライム、無茶すんなって言ってんだろ。ホタル、こっちだよ。ふえ、君たち見つけたぞ。ほら、ライム。ライム、どうした。なんだい。どうしたんですか。どうやらお揃いのようね。探す手間が省けたよ。ぶっつぶす。セイバードールズ。ちゃー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 、ねえねえ、なになに、なんなのよ。いやー、出たずいぶんな違いだな。行くぞ。そうはさせないよ。ホタルは僕が守る。あれ、どうした。私たちを舐めてんのかい。お前たちにはこのくらいの力で十分だよ。半分の力も出ねえ。ホタル様、大丈夫ですか。自分の体じゃないみたい。ホタル君、なんだか奴らの様子おかしくないか。ああ、そうだな。くそって。どうした、かすりもしねえぜ。黙れ。ほら、彼女たちこんなに弱かったかしら。くそ、当たった。なんだあいつ。どうしてそこまで。なんだかすごい悲しい目をしている。え、何度でも食らいついてやる。お前たちを倒すまで。やめて。もうやめようよ、こんな悲しいこと。ライム、悲しいだと。心が痛いよ。心だと。君たちにも乙女回路がついてるんでしょ。心があるんでしょ。バカバカしい。それがどうした。違うよ、心があるから僕たちは幸せなんだ。だから
オタルに愛されてることを感じられるんだ。心があるから嬉しく感じられるんだ。オタルとご飯食べたり、花火を見たり、一緒に買い物したり、それからうるさい。黙れ黙れ。こんな力が、私はお前たちを倒す。お前たちを倒さなければ、私はファウスト様の元には帰れないんだよ。悲しすぎるぜ、あんた。優しさだけが愛じゃない。抱きしめられることだけが愛じゃない。私はファウスト様のために死んでもお前たちを倒す。どうして好きな人がいるのに死ねるの。心があるからさ。私たちと同じく愛する人のために戦っていたのね。切ないぜ。僕、わからない。心がわからないよ。ライム、いやー、ライム、わからないよ。僕、心がわからないよ。わからないよ。ライム。ライム、乙女カイロが亡くなっちまってる。